なんかさ、最近雨多いね。今日も天気悪いらしい。はい、ということで今日はもうね、ちょっと離乳食あげちゃってるんですけど、特に何もない2人のご飯タイム。かぼちゃです。なんかコープのさ、ほうれん草好きだよね。まあ何でも食べるか。なんかさ、最近さ雨多くない？梅雨、6月ってさ梅雨なんだけど、夏前ってやっぱ雷とかすごいよね。ね。美味しそう。私も食べたいそれ。プニプニだもんね。プニプニパンとかね、食べたいよね。蒸し暑いしね。食べるスピード速くなったね。お祭りとか興味ある？でもさ、あなたってさ、大きい音苦手じゃん。ドーンとかバーンとか苦手だよね。ね、だよね。ちょっと苦手だよね。あとね、人混みが多いって、歩けない、進めない、暑い。申し訳ないね、もし好きだったら。私が嫌いなとこには行けないし、好きなとこには連れ回らされるし。よいしょ。またさ、ハイハイとかさできるようになったらさ、行けるとこ増えてくるかもよ。結構目星つけてて、インスタとかでさ見かけんの最近。なんか赤ちゃんと行ったら楽しいところみたいな。おっとっとっと、そういうとこいいかなと思ってんだけど。でもさ、土日とかさ、今夏休みじゃん。夏休みとか土日に行くとさ混んでるから、他の赤ちゃんがいっぱいおもちゃ使っちゃったりとかしてるかなと思うと、夏休みは避けたいんだよね。避けれるから。思わない？そう。お友達がいっぱいでいいかもだけど、ちょっとね、9月ぐらいからどう？行くの。9月になったら、ナータン10ヶ月ぐらいになるの？11ヶ月？大人じゃん。だからさ、その辺あたりにさ、ちょっと気かけんのどう？もうそろそろ喉乾いてる。私ミルク持ってくるわ。待ってて。ミルクさ、どれぐらい作ったらいいか分かんなくて、とりあえず240でしたんだけど、いい？いける？結構さ、DM とかインスタの、YouTube のコメントとかで、ナータンと近い年齢の子が動画見てくれたりしてるんだって。だからナータンはちょっとまだお友達あんまりいないけど、見てくれてるお友達はいっぱいいるみたい。この間さナータン覚えてないかもだけどさ、地元に行った時に地元の友達がとばったり会ったんよ。あの女の人、信号のとこで。あれ、小学校の同級生で、小中学校の同級生なんだけど、会った瞬間にナータンって言ってたもんね。びっくりよね。ナータンって言ってたからさ、多分見て SNS 見てくれてたんだと思うよ。そんなん食べないで。ひもは無理、ひもは無理。なんでひも食べんねん。こっちがいいよ。意味がある。なんか前にさ、離乳食まだ始めてなかった時に、離乳食どうしようみたいな配信でコメント来た時に、初めて離乳食見たんよ。で、離乳食見た時にちょっとなんか緑色とかぐちゃぐちゃのペーストだったじゃん。で、美味しそうじゃなかったの。ごめんね、ごめんだけど。で、うわ美味しそうじゃないとか、うわまずそうとか、うわーって言ったの。そしたらめっちゃ怒られた。相談したのに、なんかそういうこと言われてめっちゃショックでしたみたいな言われちゃって、うわまずそうって言っちゃったら怒られちゃった。慰めて。
よしか、聞いてもらわない、反省しなさいってこと。何がいいの？紐の何がいいの？それの何がいいの？噛み心地？で、よし、そしたら手合わせて。せーの、ごちそうさまでした。このスイッチの表がね、手首のこのスナップすごいね。コツあるのこれ。これこれこれ、ピアノみたい。そう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 。うわーすごいね。楽しかったね今日も。明日ももっといい日になるよね、なあ太郎。え、やりたいの？はい。